はい。本日は2020年10月の22日ですね。今、この感染症と世界史読んでますけども、世界は19世紀に入って、今日は黄熱病ということについてちょっとお話ししたいと思います。黄熱病というのはもともとアフリカ起源の蚊が媒介するウイルス。 によって起こる病気内臓機能が低下して、えー、横断が出て、えー、死亡に至るということで顔が黄色くなる体が黄色くなるから黄熱病と言われたとでアフリカのフード病でしたけども、えー、欧米列極のその植民地政策の、ねえー、奴隷貿易で、えー、こういう蚊や天狗熱黄、ね、熱病 っていうのがアフリカ地域から一挙に広まって特に中南米そういう水たまりそれから適当な蚊が住める温度ということで中南米に広がりましたでそこの中南米っていうのも砂糖農園とかそういうところで働かされる奴隷労働力をアフリカから連れてきたんで非常にまあ奴隷貿易で重労働が課されてたでそこで黄熱病っていうのを蔓延してたね だから、まあ、ハイチっていう国がありますよね、中南米あそこではね、えー、独立運動が何回か起こってるんですけども、フランス領やったんで何回か起こってるんですけど、やっぱりフランス軍が派遣した時にですね、えー、その兵士たちが大熱病にかかって、ね、半数地方が亡くなって、半数以上が亡、ね、くなって。で、えー、ハイチっていうのは独立戦争をしてね、フランス軍に勝ったっていうよりも、 フランス軍は黄熱病に負けて撤退した。それでハイチが独立したということで、中南米の独立のシンボルになっているハイチっていうのは、黄熱病が守ってくれたっていう、まあ、逆説的な側面もあるということですよね。それからパナマ運河っていう運河もありますよね。その開通にも技術者、建設者がたくさん派遣されたんですけども、やはりそれも、その方たちも黄熱病に悩まされて、多くの人命が失われたと。 いうことになりますで、えー、どん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 その黄熱病の研究は進みましたけどまだねウイ,ウイルスか細菌も分からへん段階で、えー、蚊が媒介するっていうのが分かってきて、ねえー、それによってその水たまりなど蚊の媒介するところに殺虫剤の散布網戸の設置それから排水口の整備などを行ってやっとねパナマ運河っていうのは黄熱病のね 危険、襲来から少しは防げて完成したと言われています。その後もやっぱり大熱病の研究は進んで、アメリカではロックフェラー研究所っていうのが大熱病の研究所を立った。野口秀夫ってね、500円、1000円からあ、ねえー、なってますよね、1000円か。1000円、1000円札日本になってますよね。彼も大熱病の研究をしてました。 ま、彼についても話せばいろいろ逸話はあるんですけども、あの、で、すごい人物やと思いますね。えー、逆の面でもね、逆の面でも。えー、という彼、えー、もう、黄熱病が、うん最初に論文を発表した時には、え、彼は、スピロヘーター、細菌説を取ってたんですよね。で、ワイル病のスピロヘーターと間違えて、これが黄熱病の細菌や。 え、いうは、ことで発表して、それについてのワクチンを作ってるんですで、それがちょうどまあ、こういうカノサンペア、アミノの設置なんで、えー、少し、黄熱病の拡大から収束に向かってた時期に、えー、野口秀夫の黄熱病ワクチンを打った、あということで、収束に向かったと。で、野口秀夫が黄熱病のワクチンを作った世界的な名声を得たんですけども、実際は全く聞いてなかったと。ね。 えいうことで,でもね、えー、最後に黄熱病のワクチンができたのは1937年、マックス・ライターっていう人が黄熱病がウイルスやと分かってワクチンを作ったんですけどね、えー、野口もね、黄熱病は自分が作ったワクチンを打ちながら黄熱病の研究をして、黄熱病になくなったと言われてるんで、えーまあ、彼の企業を 膠変っていうのはすごいあるんで、まあ、またこれも一回話したいなと思うんですけども黄熱病っていうのはうん蚊が媒介する病気で非常にまあ中南米を苦しめた病気やと、ねえー、いうことをちょっと覚えていただいてワクチンっていうのも一度できてもワクチンの評価っていうのは本当に難しいっていうのも,もう覚えておいてください。それじゃあ時間あったんで手品します。 はい、えー、ここに、赤い、よいしょ。赤い、赤いと、黄色の、あ緑のね、ね、えー。で、ここをぐーっと、くる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 丸めます。はい、と、マトになりました。ん